おはようございます。ただいま8時20分ぐらい。今日は絶対に7時半に違う7時に起きてアラーム7時に起きて今日は一日密着撮っていきたいと思います。それではレッツゴー。一元フィットネスということで、朝からね、学校に筋トレをぶっかましに行くんですけど、なぜ寝てないということで、ちょっとなんか食べないで行ったら本当に死んじゃうので、朝ごはんを食べたいと思います。ちょっと本当に時間ないから、あの洗顔するシーンとか撮れない普通に洗顔する、だから普通に多分あの次回すとき学校になってると思う。はい、ボン、時飛ばし。いやマジ偉いわ、私たちちゃんと筋トレしてるからね。汗かいて今日はいい睡眠が取れそうです。いやほうじ茶大好き。飲むの下手かも。三元が秋駒なので家に帰ってきました。ちょっと一回マジで寝たいと思います。もう筋トレして眠すぎ、寝ます。おやすみ。予言が終わりました。予言が終わりました。イエーイ。アウサイおい、なんでなんでなんで授業おいおいおいねえ、ここのさ、ここのさ本屋さんのさつまいも買ったことありますか？買ってみたくて、はい、付き合ってくれませんか、買うの。付き合いましょう。あ、やったね、なんか買いたい、コンビニで。いや、え、なんかすごいなんかポートレートみたいになってる。ポートレート？なんか。無事予言が終わって、さっきも終わったけどね、予言ちょっと時間が余ってるのでお友達とおかしい。こんにちは。努力よかったね。え、何ですか？節制努力よかったね。確かに、いつもありがとうございます。何ですか？一密着。はい。え、何今日は学校の密着？いや、普通に何も考えずに、でも朝から撮ってます。どういうこと？何も考えずに朝から撮ってるって？テーマとか何も考えてないです。あ、そうなんだ、はい、最初よりは良くなりましたか？あなたと思うよ。おー、うん、まあ、そんなことないけど、まだね、言うてね、何回目？3回目？3回目です。そっか、3回目か、はい、やっぱ若いよね若いってさ、治るの早いからね。うん、若いうちからやっといた方がいいよ、ちょっとこれは。はい、でも姿勢ちょっと良くなった気がします。あ、本当？なんか膝伸ばしきらないの意識してて、ちゃんと。おお、偉い。これからもよろしくお願いします。食堂、あ、ちょっとピッピいただきます。
マジずっと食べて、毎日食べてるよそれ。これめっちゃ美味しそう。表参道今日の学食、これやつで一口ちょうだい。やった。私は今日クリスプサラダマックス。何個でいる？三軒のみかん。マジ美味しい。別にそんな遠くなくない？かわいい、かわいい。ありがとうございます。